ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。お、霊夢、いいネックレスをしてるじゃないか。これは翡翠か。すごい、よくわかったわね。パワーストーンだって聞いて、買ってみたの。そうだな、翡翠は日本人にとって、5000年前から強力なパワーを持つ石として重宝されてきたんだぜ。5000年前、それって縄文時代とかじゃないの？ああ、日本の翡翠文化は、世界最古とも言われているんだ。金よりも重宝されたっていう話もあるくらい、古代日本人にとって重要な意味を持つ石だったぜ。そんなに、日本人と翡翠に、そんな深い関わりがあるなんて知らなかったわ。ねえマリサ、翡翠の歴史について教えてよ。そうだな、それじゃあ、今回は縄文時代の翡翠文化の謎について解説していくぜ。楽しみだわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。翡翠文化について解説する前に、翡翠という石について軽く触れておくぜ。お願いします。翡翠は宝石の一種で、特に東洋では人気が高い宝石だぜ。ダイヤモンドやルビー、エメラルドのように単一の鉱物でできている宝石とは違って、様々な鉱物が集まってできている石なんだ。翡翠のほとんどは、翡翠輝石という鉱物だが、濃い緑色の部分は、オンファス輝石という鉄や、マグネシウム、カルシウムを含む鉱物と近い組成を持つことがわかっている。他にも層長石やブドウ石、彷彿石、ソーダ系海石、チタン石やジルコンなどが含まれることもあるんだ。なんだか難しいけど、あの複雑な色味はたくさんの鉱物の集合体だから、ってことなのね。そういうことだぜ。翡翠の日本最大の産地は、新潟県の最西端に位置する糸魚川と、その周辺地域だ。糸魚川の翡翠は、約5億年前の海洋プレートの沈み込みによってできたと言われているんだぜ。確か、日本って4つのプレートにまたがっているのよね。お、詳しいな。翡翠の主成分である翡翠輝石の生成には、プレートの沈み込みによって発生する低温高圧という特殊な条件が必須なんだ。プレートの狭間に位置する日本ならではの宝石とも言えるわね。そうだな、2016年には日本鉱物科学会によって国石に選定されているんだぜ。糸魚川の小滝川や大見川翡翠峡は天然記念物に指定されるなど大事に保全されているんだ。おかげで翡翠は今でも野外で見ることができるし、この先もそれが保証されている。こういうところも国籍としてふさわしいと高く評価されているんだぜ。日本人がいかに翡翠を大切にしてきたかがよくわかるわね。ただ、こうして翡翠が日本ならではの石だと言われるようになったのはここ100年以内の話なんだ。意外と最近のことなのね。それまで全国各地で出土した翡翠は全て輸入品だと考えられていたんだぜ。え、そうなの。それじゃあ日本に産地があるってことはどうして判明したの？糸魚川地方の人たちによる調査の結果わかったんだ。その話、ちょっと詳しく聞きたいわ。もちろんだぜ。昭和13年、糸魚川の偉人と言われる相馬漁夫という人が、知人の釜上武雄氏にこんな話をしたんだ。昔、糸魚川地方を治めていた布中は姫が翡翠の勾玉をつけていたので、もしかすると、この地方に翡翠があるのかもしれない、と。布中は姫って聞いたことがあるわ。確か、古事記に出てくる神様じゃなかった。さすが、よく知っているな。布中は姫は、越の国、現在の福井県から新潟県の姫であると言われている。古事記では、出雲の国の大国主の御事が布中は姫に求婚に来たという話があるな。大国主って言うと、国譲り神話なんかが有名な日本神話の最重要人物よね。大国主から求婚されたってことは、布中は姫もかなり重要なポジションの神様だわ。実は、この布中は姫の、ぬ、という字は、玉、を意味していて、翡翠のことを指すのではないか、と言われているんだ。大国主と布中は姫の話で、大国主の目的は翡翠を手に入れることだった、という話もあるんだぜ。それは面白い考察ね。なるほど、その布中は姫話から、相馬さんは糸魚川に翡翠があったんじゃないか、って考えたのね。でも、これって、あくまで神話よね。釜上さんはちゃんと調査をしてくれたの。釜上氏はさらに、親戚の伊藤栄三氏にこの話を伝え、伊藤氏が地元の川を調査したんだぜ。すごい行動力ね。そして、ついに8月12日、伊藤氏の住む小滝を流れる小滝川に注ぐ土倉沢の滝壺で、緑色の綺麗な石を発見したんだ。何事もやってみるものね。翌年の昭和14年、この緑の石は、東北大学の川野義則先生へ送られることとなった。川野先生がそれを分析し、ビルマ、現在のミャンマー産の翡翠と比較した結果、小滝川で採れた緑色の岩石が、翡翠であることが科学的に証明されたんだぜ。すごい、一人一人の行動が結果につながったのね。翡翠は縄文から古墳時代に至るまで珍重されたが、奈良時代以降は全く利用されなくなってしまったんだ。だから、糸魚川で翡翠が採れることも忘れ去られ、昭和初期まで日本には翡翠の産地はないと考えられていた。長く忘れられていたけど、糸魚川の人々の活躍で、ようやく翡翠が国産品であったことが分かったのね。その通りだぜ。それじゃあ、ここからは本格的に縄文時代の翡翠文明について触れていくぜ。待ってました。翡翠を愛好する文化は、約5000年頃前から、およそ3500年間ほど続いたと言われている。
ただ、さっきも少し触れたように、奈良時代以降、忽然と姿を隠してしまうんだぜ。人類の歴史全体から見ても、5000年前に特定の宝石を愛好する文化があったということは、当時の世界に類を見ない驚くべきことなんだ。確かに、縄文時代の集落って、狩猟採集が中心の素朴な生活をしているイメージだわ。しかも、翡翠は日本列島の各地から発見されている。北海道、埼玉県、兵庫県、高知県、熊本県、まだまだ他にも多くの地域から出土しているんだ。北海道から九州まで、ほぼ全国じゃない。糸魚川周辺で発掘された翡翠が加工され、交易品として各地に広まっていったということだな。シルクロードならぬ、ジェイドロードってわけね。ここまでの交易路が開拓されていたというのは、同時代のエジプトやメソポタミア文明にも匹敵する文明だと言えるぜ。日本にそんな高度な文明があったなんて、驚きだわ。交易の話からもわかるように、翡翠は主に装飾品として用いられていたんだ。初期の頃に作られていたのは、大珠というシンプルな形状のものだ。細長い楕円形をしていて、5から15センチ大、ほぼ中央に穴が開いているのが特徴だぜ。この頃は、こういった形の垂れ飾りが流行していた。この穴に紐なんかを通して、ペンダントや耳飾りにしていたのかしら。おそらくな。大珠は、縄文時代中期から後期の2000年ほどしか存在せず、その後、勾玉に形を変えていった。私たちがよくイメージする翡翠の装飾品ね。でも、穴を開けると言っても、今みたいに金属の工具なんてない時代よね。当時の人はどうやって翡翠を加工したのかしら。いい質問だな。翡翠の加工については、天然石のピアスや磨製石斧の技法が引き継がれていったものと考えられるんだ。天然石のピアスなんておしゃれじゃない。6000年ほど前の話だがな。古代日本人、時代の最先端を言ってるわね。縄文時代の初期、富山湾の周辺一帯では滑石や狼石といった柔らかい石を使った、結状耳飾りというものが作られていたんだ。直径3センチ前後の円盤型で、ちょうどドーナツの一部に切れ込みを入れたような形をしているぜ。今のピアスと同じように、これを耳たぶの穴に通して装着するんだ。耳から入る、魔を防ぐ、あるいはそれ、精霊の声を聞きやすくするためだったと考えられているぜ。魔除けの役割だったのね。やがて加工技術が発達していくと、より硬いジェモンガンという素材から作られるようになった。そして、同じ素材を使ったジェモンガン製の磨製石斧の製作に発展していくんだぜ。こうして、より高度の高い素材の加工技術を獲得していった縄文の人々は、ついに翡翠に穴を開ける技術を獲得したんだ。翡翠の加工に至るまでには、長い歴史があったのね。じゃあ、具体的にはどういう道具を使ってあの硬い翡翠を加工していたの？具体的な方法ははっきりとわかってはいないんだ。ただ、推測されているのは、石英砂などの翡翠より少し硬い石の粉を使ったやり方だぜ。粉、どうやって使うのかしら？例えば、石に穴を開ける場合、よく乾燥させた細い竹を切りとして使用する。ただ、翡翠の硬度は非常に高く、ただの竹じゃ、とても穴を開けられない。だから、その先端に翡翠よりも硬度のある、石英が多く含まれた粉なんかをまぶすんだ。なるほど、そうすれば、石の粉が翡翠を削ってくれるってことね。その通りだぜ。切りには、竹の他に動物の骨なんかも使われていたと推測されている。でも待って、いくら石英砂を使ったって、やっぱり手作業で穴を開けることには変わりないわよね。そうだな、現在の人が実験したところ、蒸気の方法だと1時間で削れるのは1ミリほどだ。たった1ミリ。これだけの大きさ、厚みの穴を開けるには、一朝一夕じゃいかないわね。ああ、現に穴が途中まで開けられた形跡のある翡翠なんかも出土しているぜ。やっぱり、あんまり大変だから、きっと途中で辛くなっちゃったんだわ。真相のほどは定かじゃないが、翡翠の加工にそれだけの手間がかかっていたことは事実だな。さっきも少し話に上がったけど、やっぱり魔除けだったり、呪術的な意味合いが強かったのかしら。それなら、丹精込めて装飾品を作り続けた古代人たちの気持ちもわかる気がするわ。鋭いな。この時代の人々にとって、翡翠は唯一無二の特別な石だったと考えられるぜ。なんといっても、その色味だ。この緑色、確かにすごく綺麗よね。ああ、古代には、緑という色分け物や木の実、穀物といった自然を創造する力を、宿していると考えられていたんだ。深い緑色の翡翠という石は、大自然を生み出す神秘的なパワーが凝縮されているとして、重宝されたんだ。なるほど、生き抜くためには、自然との共存が必須だった時代だもの。自然を育むパワーがある石なら、肌身離さず身につけておきたいのは当然の心理ね。そうだろうな。翡翠は生命力の象徴でもあった。だから、死者を埋葬した墳墓から多く発掘されているんだ。また強い命に生まれ変われますように、ってこと。そうだな、魂の不滅を願って副葬されていたようだ。他にも、動物の形をした勾玉も多く見つかっている。縄文の人々にとって翡翠は、最も強力なお守りの一つだったのね。最強のパワーストーンだな。さて、その後、弥生時代から古墳時代にかけては勾玉がより発展していった。古事記では、高天の原でアマテラス狼がスサノオノミコトを抑えるときに、勾玉で身を守ったという話もある。
最高神のアマテラスオオカミすらも愛用してるなんて。さらに、隣国に輸出されていたこともわかっているぜ。え、隣国って言うと、中国、朝鮮とか。ご名答だぜ。岸和神殿には、卑弥呼の後継者である豊田翡翠の勾玉を義へ献上した、と記されているぜ。日本の外でも、その価値が認められていたってことね。そうなんだ、中国では、金より重宝されたって話もあるくらいだぜ。だが、奈良時代になると、仏教の伝来と並行して翡翠文明は衰退していった。どうしてこの時期から急に、翡翠が使われなくなったのかしら。仏教を中心とした中央集権国家が形成され、神道的な考えが弱まっていったんだ。翡翠の価値は自然信仰などの神道的な考えに根ざしていたからな。仏教が広まると翡翠の持つ神秘的パワーの価値は自然と下がっていったんだろう。確かに翡翠それ自体の神秘的パワーに価値を置くことがなくなってしまったら、あんなに面倒な加工を行う意味もないものね。同じ装飾品を作るのでももっと簡単に加工できる素材を使おうってなる気がするわ。こうして翡翠文明は長らく完全に忘れ去られていったんだ。江戸時代の後期に栄えた国学によって、一時的に勾玉に注目が集まることはあったが、日本産の翡翠の価値が見直されたのは、つい最近になってからのことだぜ。勾玉とかが歴史的に重要なものだってことはなんとなく知ってたけど、古代では翡翠という石自体にこれだけの価値があったなんて驚いたわ。それも現代になってようやく判明したっていうし、まだまだ古代には謎が多いわね。今日は古代の翡翠文明の謎について解説していったが、どうだったか。古代日本で珍重された後、一度完全に衰退して再発見されるまで、翡翠には数々のドラマが詰まっていてすごく面白かったわ。そう言ってもらえてよかったぜ。ちなみにこれは余談だが、翡翠を構成する原子には遠赤外線輻射作用があることがわかっているんだ。毛細血管の血流を良くして、新陳代謝を高める効果が認められているぜ。え、科学的にも認められているの？真のパワーストーンかもしれないな。このペンダント、死ぬまで大事にしようと思うわ。一緒に棺桶に入れてもらうといいかもな。最後までご視聴ありがとうございました。